欲しいものが手に入らなかったり、思っていることが叶わなくて、イライラや満たされないもどかしさ、あるいは寂しさに心乱されることはないでしょうか。お金、地位、物、環境、あるいは異性や特定の人からの愛情など、求めているものは人それぞれですが、思い通りにならないことって多いものですよね。幸福の科学、大川隆法総裁の書籍伝道論にはこんな風に説かれています。人間の苦しみを分類すると、最も多いのは、こうなればよい、こうしたい、これを手に入れたいと思う心が満たされないがゆえに起こる苦しみです。満足できない心、自分が気に入ったものを手に入れることができずに苦しむ心、そうした貪欲、むさぼりの心が人間の苦しみの多くを占めているのです。貪欲、よく聞く貪欲と同じ漢字です。この貪欲とはむさぼりの心、仏教では心の三毒の一つと言われ、貪、瞋、痴、貪がむさぼり、瞋が怒り、そして愚かさ、この三毒の一つです。先週はこの中の一つ、瞋、つまり怒りについてもお話ししましたが、貪、むさぼりの心も、この世に生きる私たち人間が取り組むべき魂修行の課題の一つといえます。ですから、この貪欲のコントロールができるようになると、苦しみから解放され、自由な心を得ることができるでしょう。もしあなたが、こうなればいいのに、これが欲しいというように満たされない思いを抱えて日々過ごしていたら、ぜひ今日の放送を聞いていただきたいと思います。題して、求めることに疲れていませんか。ではまず、皆さんの心にある思いが貪欲に当たるものかどうかチェックしてみてください。書籍悟りの挑戦上巻、地獄の方程式にはこう説かれています。それは本当に適切な思いかどうかということをよく点検してください。はっきりとありていに言えば、少し欲が深すぎるのではないかということを自分自身に問う必要があるのです。欲深で苦しんでいるのではないか、自分には許されないようなものを望んでいるのではないかということです。欲望は、それがその人の正当な自己評価であれば問題はありません。本当に努力して、努力しただけの結果をきちんと認められたいという気持ちなら問題はないでしょう。しかし、努力を伴わないで欲しようとする心、棚からぼた餅のように望む心、そういう心を足ることを知らない欲望と言います。貪欲、貪欲と言います。これは大きな大きな間違いなのです。努力にそぐわないものを求めたり、今の自分にとってふさわしいもの以上のものを望んだり、際限なく求め続けたり、
そこに貪欲の心があります。なぜ自分には不相応なものまでも欲しいという思いが次々と湧いてくるのでしょう。仏は私たち人間を作られるとき、成長や発展、向上へと向かうことも願われました。成長や向上に伴って生じる、もっとこうなりたいなとか、もっとこうしたいなという欲が仏の御心にかない、努力や忍耐を惜しまず、だから頑張ろうという思いが湧くものならば、心に毒はもたらさないでしょう。しかし、目先の何かにとらわれたり、他の人と比較したり、結果を焦ったりすると、苦しみの方が勝ってきます。いずれにせよ、これさえあればというような心の状態は不安定で苦しいものですよね。私たちがこうした心の傾向から逃れ、本当の心の豊かさや幸福感を得るためには、一体どうすればいいのでしょう。書籍「心の挑戦」にはこう説かれています。人間は地上で生きていますと、どうしても欲が募ってきます。あれもこれも手に入れたくなります。その時に、毎日毎日足ることを知るということを中心に、自己反省をしてみると良いと思います。毎日をいただいていることに対して感謝をすることです。そして、何もかも高げたを履いて臨むのではなくて、自分自身の現在の人生を愛することです。それぞれの人がそれぞれの人生を生きている。自分自身の固有の人生を愛し、抱きしめること、それもまた足ることを知るということなのです。この足ることを知るということが、本当は人生の最大の幸福を生むことでもあります。足ることを知る、与えられていないものにばかり心が向いているときは、一旦その思いを横に置いて、自分に与えられているものに心を向けてみてください。あなたにとって愛しいもの、嬉しいことが必ず見つかるはずです。家族や友人といった愛する人の存在、一日の終わりにくつろげる時間があること、あなた自身が持っている優しさ、これまでの人生の中のきらめきを放つ思い出の場面、未来への希望、そうしたことに気づいたときは、そんなあなただけの固有の人生をあなた自身が愛して抱きしめてください。こうした思いで生きていくと、不思議なことに毎日を生きていく自分の心が変わるはずです。日々に感謝の思いが湧いてくるようになります。それはとても幸福なことなんです。さらに、書籍悟りの挑戦上巻太陽の法には、求めたり欲しがったり与えられない苦しみの心を
大きく変えてくれるこんな教えが説かれています。要するに、頓というのは奪う愛にあたるわけです。この頓の反対は何かというと、東海で言えば与える愛です。愛の本質とはやはり与えることなのです。愛とは神が人間に与えてくださったものを自分一人のものとだけしておかずに人に分け与えるということなのです。見返りを求めてはいけません。見返りを求めることは本当の愛ではありません。本当の愛とは与える愛です。与える愛とはすなわち無償の愛です。愛の見返りは他の人間からではなく神から来るのです。神から来る見返りとは何でしょう。それはすなわち愛を与えれば与えるほどにあなた自身が神近き人間となってゆくということです。貪欲とは奪う愛であるということ。人から何かを与えられることでもって幸福になりたいと考えがちな人も多いでしょう。しかし真理の世界ではそれは奪う愛と言われるもの、そして本当の愛とは自分から他の人に与える愛のことだと言います。奪う愛の生き方から愛を与える幸福に生きる生き方へと人生を変えること、人が喜ぶ姿を見て嬉しいと思う、人が幸福になっていく姿を見て自分も幸福だと思う、綺麗事に聞こえる人もいるかもしれません。でも与える愛に生き始めたら幸せな感覚をきっと得られると思います。なぜなら私たち人間の魂は神仏の愛によって与える愛の幸福を得られるように作られているからです。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。この世においての体力を持ちすぎてはいけない。やはりどのような環境の中においても逆境の中においても自分なりの一輪の花を咲かせるところに足ることを知って幸福の道を見出しなさいということですね。客観的な条件が全部揃えば幸福っていうのはこんなことはないです。人が羨むような環境に生まれて全ての条件を持っているような人でやはり心は虚しく暗い人はたくさんいる。しかしささやかな環境の中でも光り輝いている人はたくさんいる。仏教的にはその光り輝きを目指し取ることが大事なんだと。だからあなた方は周りの環境やあるいは自分自身の今までの生き方や今の心を見れば泥沼かもしれないけれども、そこからささやかでもいいから悟りの花を開かせなさいということですね。どうかこの的な結果主義者に終わらないように、この的なことが良ければ全ていいというような考えにならないように、どのような環境下においても自分なりの一輪の花を探すということが人生は一冊の問題集であるという言葉に対する、答えでもあるということですね。それを望んでいただきたいと思います。お聞きいただいた説法は書籍
信仰の勧めに収められています。説法の中に、この世的な結果主義者に終わらないように、この世的なことが良ければ全て良いという考えにならないようにしてくださいともありました。いろいろな欲望を満たしてくれることやものにあふれている現代です。だからこそ欲のコントロールは正しく成長したり発展していくためにも大切な修行の一つ。どうかこの番組でこれからも霊的真実を学んで、日々感謝しながら幸福感を得て、願いや希望に向かって努力できる人生でありますように。天使のモーニングコール、この時間はちょっぴり息抜きオンザソファーのコーナーです。幸福の科学、大川隆法総裁の講演会についてちょっとピックアップしたいと思います。大川総裁は書籍も2000冊以上表されていますし、説法の回数もこれまで2400回以上ということなんですね。そして2016年も精力的に直接多くの方々に向けて、この時代に生きる私たちにとって大切なことを発信し続けています。年初は1月9日土曜日にもパシフィコ横浜で行われました。正義の方抗議と題されて、とってもタイムリーな話題についても次々と触れられて、この世の起きている出来事などをしっかりと見定める、そして判断するための材料を発信されました。そして今月は1月30日にも沖縄で講演会を予定しています。1月30日土曜午後2時開演予定で、会場は沖縄県の宜野湾市にあります沖縄コンベンションセンター。こちらで行われる講演会の演題、真実の世界、このタイトルだけでも聞いてみたいと思われる方多いと思います。会場はですね、しっかりとこうステージも組まれて、そして総裁の講演されるこう背景もいろいろ毎回違うんですね。これも私楽しみにしていることの一つなんですが、そして生でビンビンと伝わってくる総裁のお話、これもぜひ皆さんに体験していただきたいなと思います。1月30日土曜午後2時開演予定の沖縄コンベンションセンターで行われる講演会、真実の世界、ぜひご家族、お友達、お誘い合わせの上お越しください。